このお話に登場するのも老夫婦です、おじいさんとおばあさんですね、おじいさんとおばあさん。で、えー、お二人で、えー、一軒家で暮らしていらっしゃいましたが、まあ、おじいさまがわりかしですね、えー、元気な方で、えー、年をいかれても別に杖をつかずに元気に歩けると、えー、生活、日常生活に困ることはないというような方だったんですが、 あのおばあ様の方がですね奥様の方が、えー、ちょっと認知症を患われてですね認知症を患うと,ちょっと自分が何をしているのかが分からなくなってしまうというような症状が出てしまいますそのせいで、えー、徘徊をするということがたびたび起きるようになりました。 でえー、一人で、ね、ずっとうその誰かをこう見ていなければいけないというのはなかなかに難しいものです、トイレに行くし、自分もね、おじいさまだって生活されてますから、トイレに行くこともあるし、お風呂に入ることもあるしと、でヘルパーさんを利用して、ですねどうにかこうにか生活を成り立たせてはいるんですが、やっぱりどうしても目を離してしまう、見切れない時があるんですね。でそんな時に えー、見計らったかのようにそのおばあさまが外に出てしまうんですね。でそうなるとはたと困るのが、うん、これ今だったらねその GPS をこうつけてというようなことで、えー、機械を使って探すなんていうことできるんでしょうかこれもずいぶん前のお話なのでそんな機械はまだ発明されていないんですね。でそううなるともう 心当たりを片っ端から探していくしかない、もしくは、えー、人海戦術、人を出してですね、どこにいるというのでこう探していくしかないんですが、あのー、そのおじいさん、おばあさんがどっかに行ってから見つけるのがめちゃくちゃ早いんです。すぐ見つけるんですよ。で、おばあ様の 行動パターンを把握されてるので、えー、普通の人よりもね、例えばそこに入っている介護事業所のヘルパーさんとかと比べても、もちろん見つけるのうまいんですが、なんかそうじゃないぞと。えどちらにいられたんですか？あ、おじいさん、あ、良かったです。おばあさん見つかったんですね、良かったです。ってどちらにいられたんですか？あのいつも行く公園ですか？いや違います。っていつも買い物行くスーパーですか？いや違います。ってあの以前お住まいだ。 たあののマンンションの方ですすかってていいや違いますって「どこですか?」って「隣町のどこどこっていう何々っていう店の前でした」って「えそこって行かれたことあるんですか?」あの奥様おばあ様行かれたことあるんですけどいや多分ないと思いますねもう訳も分からなくなってただとぼとぼ歩いてたんだと思います」じゃあ何で見つけられたんですか?」 まあたまたまですかねたたまたま歩いてたらこうたまたま、えー、いたというような感じたまたまとたまたまで人と人がそんな簡単に会えますかねっていうような見つけ方なんですよそのおじいさん不思議というふうに周りの人たちは思っていたんですがなのであのおじいさんはわりかしそのおばあさんが徘徊でどっか行ってしまっても余裕なんですね。 ななぜらら見つけられるからでなんかコツがあるんですけど周りの人も知りたいわけですよコツがあるんですけどいや別にそういうんじゃないですか、えー、な,な,なんかそのいや機械とかそんなんなななでもない不思議やなと周りの人たちはもうただ首をかしげるだけなぜおじいさんが見つけられるかわからない えー、全然もう訳のわからないところでおばあさんが見つかる何でそんなところに行ってたんですかっていうところにもおじいさんがうん多分こっちじゃないですかねうーんこっちああこっちですかねこっちな気がしますね行きましょう、うんうん、うん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 こっちな気がしますねうん分かります分かりますこれ曲がったらいますね曲がったらいやそんなわけないでしょ一緒についてきたね、えー、一緒についてきたあの福祉関係の人がいや <laughs> おじいさんそんなわけないでしょ。<laughs> なんでわかるんですかっていや、でもいますよえね、そこ、ほら、ほら、ほら、いたでしょ <laughs> いる<っ> <laughs> なんでわかるんですか <laughs> っていうのは、謎だったんですけど、あの、なぜおばあさんを見つけられるのかが、その後で判明する出来事があったんですよ。それ何かって言ったら、ある時また、 おばあさまがで、すすすねね昼間だっったたんんです、ね、でけけど抜出ししてまううとといこがあその時ヘルパーさん入ってくださってたんですけどヘルパーさんもちょっと目を離していてで、えー、おじいさんもちょっと目を離していた隙におばあさん出ちゃうというような、えー、ことだったんですね。で、えー、慣れてるヘルパーさんの方だったんでおじいさんももう安心して、えー、全然別の用事をやっていたんですよ。別の用事をやってたんですよ。で、えー、そしたらあのヘルパーの人が「あすいませんあのおばあさんがちょっとまだ出てしまったみたいで」 ああそうですかそうですか全然慌てない余裕う大丈夫大丈夫ですですぐ見つかりますからあ本当ですかごめんなさい僕あの今ちょっと洗濯をしようと,ちょっと洗い物しようと思って服洗おうと思ってたんですよって言ったそのヘルパーさんが持ってたのがおばあさんの朝履いたズボンなんですよでそれを見たおじいさんがあえすいませんあの 朝のズボンででで、ね、ですすすすねそそそれああうう変えたんですかあそうなんかなよ実はちょっとあのトイレ失敗されてでちょっとズボンが汚れてしまったので今あの新しいのちょっとか変,え変えてでそれをちょっと下洗いしてたとこだったんですよ。えそこでおじいさん初めて焦るんです えー、あだ,ダメだったんですか「いやダメじゃないんですけどあのち,ょちょっとそれ貸してください」って言ってその汚れ物をねこう持ってその下洗いしてる濡れたズボンのポケットを手を突っ込んで出したのがお守りなんですよ。えあ,あ,あ、お守り履いてたんですかうん。でそのお守りももうどこのっていうのじゃなくてもう自分で袋を作ったようなお守りなんです布を自分で塗って作ったような手製のお守りなんです。でえってなって お,お,お守りがどうしたんですか?」いやあのこれがないとこれ持っててもらわないと見つけられないんですよ」えでおじいさん自分のポケットから同じお守り出すんですほらこれを実は朝服を着せた時に必ずポケットに入れるようにしてるでおばあさん あの認知症ではあるんですがトイレ失敗することってほとんどなかったので今までそのズボン変えるっていうタイミングまあなかったんですだから安心してたんですおじいさんも油断してたと言ってもいいんですでそれを入れていたズボンを珍しくトイレ失敗したせいで汚れたから脱いで変えてつまりお守りを持っててほしいのに全くお守り持ってない状態で外に行ってしまっているとでこ,このお守り何なんですかって聞いたらこれ 実は何十年も前にあの縁結びやって言ってもらったお守りでその記念で2人で1個ずつ肌身離さず持ってようねでもどこでもらったかももう最初に入ってた袋すり切れてわからなくなったから新しく自分たちで塗って袋作ってその中に中に入っていた木の札木の札を入れて持ってると。でこのの縁結びの お守りを持ってると、なぜか見つけられるっておじいさんです。何それ何それでもこれはもしかしたら思い込みかもしれないです。おじいさん、思い込みかもしれないですけど、おじいさん、だから探しに行きましょうって言ったら、おじいさん、今まではお守りもあるから行けるって信じてたから、えー、余裕で行ってて、しかも実際に見つけてたんですけど、今、おばあさん、お守り持ってない。ダメです。どこを探していいかわからないです。 ってなって、その時だけはおじいさん全く役に立たなかったです。一人ポツンで、あ、じゃあ、あの、僕、ちょっと探していきますからって。で、バーって外出ていって、その時はたまたま近所の公園に見つかったからよかったんですけど、あ、近所の公園にいらっしゃいましたあ、よかったよかったってなって、で、それからは、あの、お守りをちゃんと肌身離さず持つようにしてください。その、それ以降は、おばあさんが、 徘徊することがあってもおじいさんは「意気ようよ」大丈夫ですお守りあるから大丈夫です」「絶対見つかります」でえ見つけることができるとで傍から見てるとそれはお守りというよりもおそらくは2人の夫婦の絆なんじゃないですかねっていうふうに、えー、周りで見ている福祉関係の人たちは思ったというようなお話でございます。